福岡県のギャラリーのロペコです。全国から届いたハンドメイド作品をご紹介していきます。こちらは編み物のポーチです。こちらの2点は下の部分に白のラインが入ったポーチ、こちらの4点のポーチはコットンとコットンリネンの糸を合わせて編んであるポーチです。まずはこちらの2点からご紹介をしていきますが、大きさが少しだけ違います。こちらのポーチが少し大きめです。重ねてみると少しだけ大きさ違います。デザインは同じなのでこちらで詳しくご紹介をしていきます。藤色のポーチです。そしてボーダーラインです。ちょこっとアプリケされてるのは作家さんオリジナルキャラクターの花ちゃん。玉つまみがついたファスナーで開閉です。底部分のまちもあります。後ろと内側です。内側はきちんと布を使って仕上げてあるので細かいものを入れても安心です。淡いカーキ色です。ファスナー部分は濃いめのカーキ色。こちらも底部分のまちあります。後ろと内側です。こちらの4点は大きさがほぼ同じです。形も同じなのでまずはこちらでご紹介します。編み目をアップでご紹介していますが、しっかりした感じです。アプリケの部分アップでご紹介しています。4点ともこのアプリケの部分がそれぞれ違います。底部分のまちもあります。後ろは4点ともこのような感じで無地です。ファスナーで開閉です。こちらも玉つまみがついているので開けやすいです。内側の生地は4点とも同じです。アメリカンポップな可愛い猫の生地、こんな感じの生地です。他もご紹介していきますが、こちらのポーチはファスナーのカラーが濃いめの赤です。他の3点は赤ですが、この1点だけが濃いお色です。そして金具の色も違います。アプリケの部分です。内側の生地は同じです。こちらのポーチはアプリケがピンクに小さな花柄、赤のファスナーと内側です。こちらのポーチは赤に白のドット、赤のファスナーと内側です。お店の入荷情報ページは動画内に表示されるカードをクリックしてください。各作家さんの詳細ページをご案内しています。またのろぺこでは布雑貨、アクセサリーなどの委託作品も常時募集しています。特に猫雑貨は年中品薄です。詳細はのろぺこで検索していただいて、お店のホームページをご覧ください。 You can now order from an overseas. No knowledge of Japanese is needed because we'll handle everything with answers for any questions you might have in your language. Please check out my shop. https://min.com/@noropeco